チャドは、ノーサンブリアの出身のキリスト教伝道者。カトリック教会、聖公会、聖教会で聖人。同じく聖職者のケット、キニビル、ケリンの弟。リンディスファーン第一大司教のアイダンの門弟。神の人と呼ばれたに、ケットが建設したラスティンガムの修道院を委ねられ、院長となる。665年、彼が聖書解読に、 十分な知識を持ち行いが重要を得ていることから、ノーサンブリア王、オスビーにより、ケントに派遣され、ヨーク教会の司教に除外された。教会の協議を、異端から誤示することに注意を払い、読書に努力した。福音を説くために地方を巡回するのに、乗馬によらず人たちのやり方に習って、徒歩で通した。669年にマーシアの王、ウルフヘレに 司教派遣の要請を受けたカンタベリー大司教テオドルスによって正式にマーシア及びリンジーの人々のための司教に助任された。この統一方へ赴くにあたってテオドルスは徒歩のロークを愛好する習慣に背くと大いに抗議するチャドを自分の手で馬に乗せ必要な場所には騎乗していくよう説得したというウルフヘレオはチャドのためアドバルワイあるいは バローと呼ばれた50世帯の土地を修道院建設用に贈与した。リッチフィールドに死教座を持ち、この地で死去した。埋葬されたサンタマリア教会とその後に同じ場所に建設されたペテロ教会では、しばしば病気治癒の軌跡が行われた、と歴史家のベーダは伝えている。ありがとうございます。